日本鹿児島県薩摩仙台市小城江町小城江町は、鹿児島県薩摩仙台市の町。旧薩摩郡川内町小城江町、川内市小城江町。郵便番号は895-0035。人口は499人、世帯数は209世帯。薩摩仙台市の本土側の南西部、木畑に側の流域に位置している。 阿佐駅の北方には中福谷やや町、熊野城町、南方には小番茶屋町、西方には都町、東方には八倉町、山の口町、川長野町にそれぞれ接している。阿佐駅の中央部を鹿児島本線が南北に通っているが、地域内には駅は所在していない。また、西端部を国道3号熊野城バイパスが並行して通っており、 南西端部で南九州西回り自動車道の薩摩仙台とインターチェンジの出入り口と交差する。北部には薩摩仙台市道百寺青山線が東西に横断しており、その沿線にアジー島、田畑、長沼、ババの集落が所在している。1940年2月10日に鹿児島県広報に掲載され、同日に施行された薩摩郡川内町。 町名改め小南区域変更により、大技にしてを廃止し、それの区域中自治区中、挟ま畑、江袋、谷口、前原、杉島、田畑、別府、馬場、四丹畑、芦屋、鳥越、大野前、橋の下、区域、東町、寺田、江の木田、地中塚のうちの区域を、小城越町とすることが、鹿児島県知事によって許可され、 薩摩郡川内町大技にしての内矢地区中、挟間畑江袋、谷口、前原、杉島、田畑、別府、馬場、四端畑、足屋、鳥越、大野前、橋の下、区域、東町、寺田、榎木田の全域及び地中塚のうちの一部の区域をもって、川内町のお町、おじろえ町が設置された。 翌日の2月11日には、薩摩郡川内町が単独で市政施行し、川内市となった。2004年10月12日に、川内市、東郷町、入木町、池戸院町、日脇町、下古式村、上古式村、鹿島村、里村が新設合併し、薩摩仙台市が設置された。この市町村合併に伴い設置された。 法定合併協議会において、川内市の町、字については、現行通りとする。と協定されたため、名称の変更は行われずに、薩摩仙台市の町となった。以下の表は、国勢調査による、小地域集計が開始された1995年、以降の人口の推移である。私立小中学校に通う場合、学区は、以下の通りとなる。麻生の中央部を、 鹿児島本線が通っているが、駅は所在していない。最寄りの駅は、熊野城駅である。ありがとうございます。